こんにちは、かねみそです、はい、今回は韓国語のボクタについて研究してみたいと思います。ボクタには本当にいろんな意味が入ってるんですけど、皆さんがよく知ってる意味だと何ですか？食べるですね。ボクタ、食べる、먹った。韓国人はこのご飯食べたっていうのがもう挨拶です。それでもう会ったら、お、みそし、パン먹었어요？점심먹었어요？저녁먹었어요？でいつも聞きます。結構日本人の方から言われたのも、韓国のドラマだとご飯が食べるシーンがよく出るって言ったんですけど、そういうぐらいに韓国人ってご飯はもう大事ですね。ご飯をちゃんと食べてるっていうのは大変なことなくて、元気で過ごしてるっていう意味だから、皆さんも友達とか先生とかも聞いてもいいです。で、逆にお年寄りだとそういうふうに挨拶をしてたら、あ、この人なんかちゃんとしてるなっていう思うかもしれないんです。それで目上の人にお食事されましたかって聞きたいときは、お、선생님식사하셨어요？선생님식사하셨어요？先生が、お、그래、먹었다。너는밥먹었니？って言われたら、あ、네、저는먹었어요。で、ね、答えます。で、あと2番目の意味だと、あ、여러분、저오늘화장이잘먹은것같지않아요？自己満足してるんですけど今화장이잘먹다ってしたら、これは化粧のりがいい、化粧のりが悪いっていう意味で、오늘은화장이잘먹은것같아요。これ女性の方だとみんな知ってると思いますけど、なんかまだ若い人だと分かんないなでも年が取ると、20代の前半の時はお酒いっぱい飲んで、もうめちゃくちゃ酔っ払いになって、そのまま寝て朝起きて、で、化粧を消してまた化粧しても全然大丈夫でした。逆に私は前の日にめちゃくちゃ飲んだ日のその翌日にもっと化粧のりが良かったと思います。昔はですね、20代の時は。でも今は少しでも疲れたり肌の管理をちゃんとしなかったりすると、結構化粧のりが悪い時があります。そういう時、요즘에아가을이되니까건조해서화장이잘안먹어、화장이잘안먹어って言います。そうですか、皆さんはどうですか？私はでも今日화장이잘먹은것같은데化粧のりがいい、化粧のりが悪いの意味で、화장이잘먹다、화장이안먹다って言います。その後、さっき私が年を取ったっていう話をしてたんですけど、それも나이가들다っても言うんですけど、同じ意味で나이를먹다でも言います。年を食べるんですね。나이먹기싫은데、나이가먹어서요즘에는화장도잘안먹고나이만먹고。でもこれは熟語なので、目上の方にはこういう言い方を使わない方がいいと思います。韓国人は結構年をよく聞くんじゃないですか。初めて会ったら、몇살이에요、나이가어떻게돼요って聞くんですけど、歳重要ですね。歳によって相手をどう呼ぶかも決めるし、前の私の動画、何々さんは C と違うっていう動画を見た方だったら知ってると思いますけど、韓国人は自分より歳上の人には何々 C って言わないって私が言いましたね。それで上の人だと언니、오빠、男の人だと형、누나になるから、歳重要です。その後、먹다使えるのは、엄마나1등먹었어ってよく使うんですけど、엄마나1등먹었어って言ったら、学校のクラスで1等した、1位したっていう意味です。それと、한골먹다っていう意味もありますけど、これはサッカーの競技を見るときよく使えるんですけど、相手のチームから1ゴールを先に取られたとき、한골먹혔다って言います。悪い意味でも使うんですけど、뇌물을먹다、賄賂を受けたっていう意味で、정치가나、공무원중에뇌물을먹고비리를하거나아니면좀나쁜짓을하는사람들이있죠。뇌물은먹으면안돼요。で、こういうふうに먹다は食べるの意味だけじゃなくて、継承とか投資とか賄賂とか、こういろんな意味で食べる먹다を使えるんですけど、皆さんもこの먹다を会話するとき、いろいろ使ってみてください。じゃあ、それでは今日の動画が役に立ってたら、グッドボタンとチャンネル登録
お願いします。じゃあそれではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、アンニョン。